折りの太陽光パネルを搭載した人工衛星北斗星1号が打ち上げられ、予定通りの軌道に投入されました。この後、三浦折りの太陽光パネルが展開されます。ご覧いただきありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。